両親に私の結婚式に出ないと言われた時が衝撃だった。うちは二人姉妹なんだが、姉が超ヒステリー型。母はいつも姉のヒスが始まるとおろおろで、姉の味方。声が大きい人間、権威ある人間に無条件に味方するタイプ。父は空気。姉の口癖は、私子ばっかりずるい。で、姉のお風呂以外の洋服やおもちゃは、絶対禁止だったし、バレれば没収。誕生日やクリスマスのプレゼントも、姉の検閲に合格しないと買ってもらえないし、姉のより一桁安ければ合格。なぜか、いつも、姉が狂犬振るってて、昔から、自分の家が大嫌いだった。でもまさか、結婚式まで出ないと言うとは思わなかったので、ショックだった。それも、もちろん姉が、実家暮らしの当時みそじ。妹のくせに、先に結婚なんてずるいずるい。お父さんもお母さんも認めちゃダメ。でおろおろする両親。父はギリギリまで、でも俺だけは出るからな。とか言ってたけど、結局、式の数日前に、行かない、と言い出した。乙女は呆れつつも、あなた、よく今まで頑張ったわね。これからは、あなたの家族を作りなさい。と温かく言ってくれて、涙が出た。夫の案で、式では、新婦両親は長期闘病中で、今日の日を楽しみにしてましたが、参列はなりませんでした。と司会者に言ってもらった。そんなに団結の深い、私を除いた私実家だったんだけど、結婚を機に、完全に、実家との縁を切り出したあたりから、連絡完全無視、団結に亀裂が入ったらしく、乙女に、娘の連絡先を教えてほしい。今から結婚式をやり直させてあげたい。とか父が連絡してきたり、娘を取った。返してほしい。と母が電話したりしてるらしい。乙女は、しばらく、それを内緒にしようとしてたが、ある時、私が義実家に在宅時にかかってきて露見し、うちの心配はいいから、あなたは気にせず、息子との家庭を守って、と言われて泣けた。このままでいいのかなとも思うけど、今は子供も小さいので、乙女の言葉に甘えたい。姉がなんでだか、透析通いになって、両親も大変らしいので、もっと大変になって、私のことは忘れてほしい。